では内装ドアトリムから見ていきます。ちょっとここも薄くなってきてますね。そこ以外は特に気になるところはないです。スカッフプレート周りも綺麗な感じですね。フロアマットはですねこんな感じで純正ではないタイプのものが入ってますね。でブリッドのフルバケ、サベルトの4点ベルトもついてますね。こんな感じ。助手席はノーマルの、タイプ S 純正シート。ほつれは特にないですね。若干の黒ずみあるかなといった感じです。ステアリングはモモのチューナーです。スレとか、まあ、なんかめくれてるところとかっていうのもないですね。室内に、入り込んで、まずダッシュボード上は、デフィリンクのディスプレイメーターが装着されていまして、真ん中中央はですね、ポータブルナビ、兼バックカメラみたいな感じで使えて、あの吸盤でついてるので取り外しできます。こんな感じですね。よいしょ。オーディオはカロッツェリアの、デッキが入っていて、ETC がこんな感じでついています。シフト周りなんかはまあまあ綺麗な感じですね。こんな感じ。まあ距離がですね13万キロ越してきているので、まあそれなりの使用感はあるかなといった感じですかね。でステアリングはこのワークスベルの、脱着式のボスがついております。ちょっとエンジンかけてみます。かかりはね、全然スムーズですね。吹き上がりもね、なかなかいい感じです。メーターこんな感じですね。で、ポータブルナビ、こんな感じで、リバースギア入れると、こう表示されます。GPS 信号が入力されています。で、オーディオが、まあこんな感じですね。Bluetooth 対応ですね。ソースは、まあ、USB 経由の入力、AUX、Bluetooth ラジオっていうような感じですね。はい。では、続いてトランクですね。見てみたいと思います。純正のステアリングですね。これは前のオーナーさんからいただいております。で、トランクの方はトリム類こんな感じで、まあ綺麗な感じですね。特に欠品しているところもなくて、パンク修理キットも、乗っかっているといった感じです。あとは助手席側ですね。ドアトリム周りはこんな感じで綺麗ですね。スカーフプレート周りも、まあ、特に問題なしといった感じですかね。助手席側のフロアマットも変わってますね。はい、こんな感じの内装になっております。